おはようございます、今日の話はメンターになる人、老害になる人という前田浩二郎さんの本の中から同名の題で書きました。仮に人間を2つのタイプに分けるとすれば、老害になる人とメンターになる人ではなく、老害にもメンターにもなり得る人か、老害にもメンターにもならない人ということです。だからカリスマ社長や政治家、教育者など尊敬されるべき実績や経歴がある人ほど、あれいつの間にと本人も周囲も気づかないうちにハードな老害へと転じてしまっていることがあるわけです。私たちの理想としては、まず実績や結果を出してメンターと言われる存在を目指し、それからは老害に転じてしまわないように自分自身でセルフコントロール、セルフチェックをしてメンターの状態を維持し続けることが大切なのです。その管理を少しでも怠ってしまうと、一気に老害に転じてしまう恐れがあります。また老害は相手への敬意が失われた時に発生するという特徴があります。そのため、どれだけ社会的に実績があり偉い人であっても、部下や発注先をはじめパートナーや子供などの家族、そして飲食店の店員さんや介護を補助してくれるスタッフの方々に対しても、相手への敬意は必要です。その敬意を持ち続けている人はメンターでいられますが、それを失うと途端に高圧的、侮辱的な言動や自分の意向を一方的、強制的に押し付けるなどの老害が始まります。それが過剰過激になると、ハラスメントなどのトラブルへとつながっていきます。グッドコミュニケーションは片方の敬意だけでは成立せず、双方に敬意が存在してないと成立しません。それだけ敬意というのはコミュニケーションに重要な要素であり、立場の違いに関係なく双方は敬意を持ちながらコミュニケーションを取ることが大切なのです。日本はすでに高齢化社会に突入していますが、これからさらにメンターは老害となる年配の方々が日を追って増えていきます。1億総メンターの敬意にあふれた社会になるか、それとも1億総老害の陰鬱とした社会となるかは、私たち一人一人にかかっています。老害になる人は何も年配者や老人に限らない。例えば飲食店で大学生がバイトリーダーとなり、その部下に定年退職した人が入ったような場合がある。その大学生リーダーが年配の部下を教えるとき怒鳴ったり、汚い言葉で罵ったりしたような場合には、その学生も老害となる。その組織にいる在籍年数やポジションの経験年数が長ければないほど、メンターにもなれるし、老害にもなるということなんですね。じゃあ今日これで終わります。